2023年明けましておめでとうございます。今年も穴口恵子のハッピースピリアルライフにお越しいただきありがとうございます。で、今日はですね、やはり気になりますよね。2023年はどんな年になるか、それについてさらに深く皆さんにお伝えしたいことがあります。特にこの2023年、仲良しになったら良い神様がいます。その神様をご紹介し、そしてその神様と仲良しになる方法をお伝えし、その神様を呼んで新年のご挨拶をさせていただきたいと思いますので、最後までご覧ください。ではどうぞ。明けましておめでとうございます。穴口恵子のハッピースピラルライフにようこそ。もう今日もあなたとこのように2023年スタート地点でご縁をいただいたことに感謝します。そしてこの新年のお祝いを通して、まず鈴の、祝福ですねをさせていただきたいと思いますので、この鈴の音を聞いて、あ、もう2023年が明け、あなたの魂がすでに喜びとともに夢が叶った、そんな思いでこの鈴の音色を聞きながら、そうなっている自分をイメージしてください。では参りましょう。私はですね、本当にエネルギーがこう満ちて満ちて、もう究極のあなたに帰っていく、そんな気配がしていますが、どうでしょうか。新年明けた早々ですけれども、いよいよですね、この1年を通してあなたは本当に風の時代の中の、風の、要素ですね、その本質をですね、あなたが受け取って、それを活用していくには値する、そんなタイミングが来ています。何よりもですね、この2023年という1年は、まずはあなた自身が自らが神格を開き、神格というのはあなたが人格を持ってますけれども、人格を超えた本当に、完全無敵な存在であるあなたと、出会っていく、よりですね、この、2023年というのは、究極のやはり二極化は完全にもう二つに分かれていますから、いよいよあなたがこれから、起こることというのはですね、本当にもうあなたが選んだその、平行現実が結構、もうあの愛と一つであるというね状態の、選択をした地球天国の皆さんですよね。私のところに来ているのは、その状態、その周波数が、継続されて、要は発展していく段階なんです。でも、この発展のために、まずは一つはね、大事なことがあるんですけれども、宇宙にお任せするということの、あなたがですね、それをするためのあなたの原点ですね、あなたという存在が真にこの地球天国で、何をもって貢献するかという、こう自分自身なりの、その貢献するということへの、方向性であったりとかですね、そして計画をですね、この練っていくといいんですね。その計画を練るときに大事なことがあります。
頭で実際に考えるというよりもですね、皆さんのその神格を、ハートに意識しながら、あなたの、工事の多次元の存在であるハイアーセルフはあなたの神格そのものでありますので、その周波数を自分の中にまず取り込んでいただきたいんですね。私がずっとお伝えしてきたようにハイアーセルフと一つになった状態であるがゆえに、この2023年は、完全無敵な世界で感じます。なぜかというと、もう本当に金星ね、当時フェスで本当に、皆さんに明かしたんですけれども、今年は本当にある種金星のエネルギーにすごい私たちは応援されています。金星といえば、はい、愛であり、クリエイティビティであり、クリエイティビティであり、美そのものですね。あなたの本当にこの地球天国の美しい世界を作る計画作りに、実際に意識を向けてください。で、もうハイアーセルフとつながっていたら、あなたの神格が、現実に生かされ、行動に移していくことはどんなことであるかということがですね、分かりやすく、示されていく可能性が高いタイミングですね、今ね。で、この新年が明けたからこそ、実際にですね、あなたがこの神格に目覚め、もう完全に自己一致して、この聖なる流れに乗っている、要は全ては思うがままである状態を、書き示すということをやってみてください。例えばそれはですね、もし時系列が好きな方はもう1月から12月ですね、2023年のその、1月からこの流れを、感じながら書くというのもいいんですが、私は結構発展思考というか展開ですね、展開思考なので、ランダムにパッパッと思い浮かぶものを書くようにしています。で、この、書き記すことによって、あなたのやっぱりこの意識がどこに向いているかというのは結構それを書き記すことで見えてきますよね。で、それを見た時にですね、最もあなたの、体がこう本当に魂がこう振動するとかですね、腑に落ちたりワクワクしたり、なんか熱くなる、あなたの体もあなたの心も熱くなるものからですね、ぜひ取り組んであげてください。で、この取り組んでいくっていうことはどういうことかというと、あなたが選んだ一つ、まずですね、この1月ですね、このリストアップしたことに対して、働きかけるんですね。この働きかけることってどうしたらいいかというとですね、ここでやはりですね、大事なのは、はい、宇宙に思いを放つですね、宣言するということですね。この2023年、私はまずは〇〇について取り組みます、あなたに委ねます、どうか私の最高のそのパラレルワールドがキープされ具現化できますようにサポートしてくださいっていうのは、まず宇宙に委ね、そしてですね、大切なことは、この地球というのはね、すごい引力があるじゃないですか。で、地球は、この他の宇宙、他の惑星ではできない具現化の力が最も、パワフルに働きます。なので、地球に対して同じように、私は〇〇についての、ね、現実創造をしていきます、私の神格を開き、それがこのように何々のように〇〇のように決めたことですね、具現化することのサポートをお願いします。そして、なんか地球にはですね、なんかこう、あなたの祈りを込めてください。目を閉じて祈るときは、その思いを地球に届け、そして、あなたが願ったそのサポートを受け取っていく、ことを、ハートを開いてこの地球からの応援を感じるっていうところまでやってみてください。祈って感じる。で、この祈って感じる時に、私はすでに祈って感じていることがあります。それがもう地球の生命エネルギーがすごく自分の体内にも、どんどんと組み上げられていて、すごく体温が熱くなってきて、その具現化するための働きをすでに地球がしてくれているような、そんな感じですね。はい、それをすごく感じてください。その感じ方は人それぞれありますけれどもね、体がすごく私は熱くなるし、すごく指先とか末端のがですね、すごい赤くなっているんですけれども、そういう状態になってきますね。で、もちろん感じ方違っていいです。で、それと同時にですね、
今度はあなた自身がもう本当に自分の魂に、聖なる誓いを立てる。2023年で一つ選んだことね、私は〇〇について、この地球天国に貢献します、そして私という神格が、さらに目覚め現実化を起こしますようにっていうことを選んでください。それを魂に伝えるっていうことですね、その選んだことが何であれ、この、3つのことですね、宇宙に、そして地球に、あなたの魂に、伝える、そして聖なる約束をするっていうね、ことをしてください。だから2023年というのはもうめちゃくちゃ現実化が激しいです。なのでその選んだことが叶ったならば、もちろん宇宙に、地球に、自分の魂に感謝をして、そして次のステージのあなたが選んだことをどんどんとですね、確実にやっていきますね。もちろんこれはやった後はあなたができる行動を起こすっていうことがすごく大事ですね。あなたが行動を起こせば、あなたの意図が宇宙からも地球からもあなたの魂もはっきりと分かりますから、行動した方向にまた応援がどんどんやってきますね。でこの1年を通してですね、つながったら良い日本の神様が、もうどこでももうね、あなたが気に入った神様が、もちろん、つながってくださいね。でもこの1年を通してですね、風のエレメントを持つ、神様がいるんですけど、この花咲く夜姫です。といえば富士山の浅間大社にいらっしゃいますよね。だからこう富士山ともつながることはすごくいいんですね。そしてこの花咲く夜姫とつながる、どういうことかというと、つながるっていう意思をまずはこの花咲く夜姫を呼んでください。そして呼んだら私のもとにこの花咲く夜姫を招きます。こうやって招いてください。そしてこの2023年あなたとのご縁を深めることをどうか、私は望んでいますので、共に共同創造をしてください。そしてあなたとのご縁に感謝します。そうしたらこの花咲く夜姫があなたの目の前やサイドに来たりとかですね、振動数がまた、やってくるわけなんですけれども、その振動数を感じて、私とつながってくださってくれていることに感謝します。そして対話を始めます。今回今年1年を通して私はこの地球天国で私という神格が開き、現実化を加速していくことを望み、行動に起こしていきますとか、あなたの、アドバイスであったりとか、あなたのその、素早く現実化する、そしてそのあなたの持つ力を貸してください。このね、富士山にこの花咲く夜姫が祀られていると、富士山というか、浅間神社ですけれども、そこに祀られているんですが、富士山そのものはもう地球を見た時の地球のエネルギーセンターチャクラですね、その第三チャクラを象徴してますから、もうこの花咲く夜姫とつながったら、第三チャクラですね、地球のこのパワーセンターですね、もう聖なるパワーと聖なる意志を、どんどんと、要は、こう使って現実化する自信を持って行動に移すということを応援されていきますね。だからそれをですね、ぜひですね、本当にお近くに住んでいる方であればぜひ、お参りしてください。浅間大社、いくつかあるんですよね。本宮あれば東とかね、その富士山の周りにあります。川口とことか山中湖とかですね、はい、ありますよね。なのでぜひ行っていただけたらなと思いますし、その他でも、この花咲く夜姫が祀られている神社があると思いますので、ぜひ、訪れてください。そしてご縁を深めてください。というわけで2023年明けました。そしてどうか今年もですね、この穴口恵子のハッピースピリアルライフとつながって、私とつながっていただけたらめっちゃくちゃ嬉しいです。はい、そして、もしまだフォローされてない方、ぜひご登録をお願いします。今年もですね、あなたにとって、そしてあなたの家族やあなたが出会う全ての人にとってのこの、ハッピースピリアルライフの周波数をお届けさせていただきますので、気が向いた時周りの方にもぜひお伝えください。で概要欄にはですね、今年の私の思いであったり活動であったり、実際にリンクが貼ってますのでご覧ください。では最高の新年で、楽しい時間を過ごしてください。ありがとうございました。